萩の花は万葉集で最も読まれた花で、秋の七草の一つに数えられています。高山市の東山寺院群にある大王寺では、毎年この時期に萩の花が咲きます。平地方ではようやく朝晩の気温が下がり始め、それに合わせるように、例年より少し遅く開花し、今見ごろを迎えています。今年は色づきが良く、 枝先に1センチほどの小さな赤紫色の花を咲かせています。また、境内ではススキもほうを出し、秋らしい美しい風景を見せています。大王子の萩の花は、彼岸の頃まで楽しめそうだということです。